このお店どこだ？伏見稲荷からすぐの鉄板さん。よいしょ。ありがとうございます。綺麗。OK。できました。え、うん、あ、もう一個玉が抜き。これ一人？これ一人ですか？とりあえずないかな。え、普通に匂いえぐい。もう全然いいわ。受験生がもうクリスマス。ん？うん？これやんな。うん、これよ。ほんまに。うわ、ん。ま。おごってあげるか。やってない、終わったと思う。やばいわ。これも強い、強いな。ちなみにお店ってやられてから何年ぐらいですか？まだ、去年の10月やから10、11、12、1、2、3、4、5、7ヶ月。え、そうだね。1年。そんなに最近だったんですか？はい。天一だって入ってた。あ、天一？そうだったんですか。それ作るのが好きやから、はい、うん、で天地でね働いてる時に龍谷大学の男の子たちが、はい、まあ、5人で来て、でまあラーメンで、ね、やっぱり3杯しか頼まないから、3杯しか頼めない、お金がないから、でそういうことがねやっぱり立ち上げあったので、それもまあね一つの理由で、よっしゃよっしゃ、いっぱい食べさせてやろう。なんでそんなお腹いっぱいにしたくなるんですか？だってさ、人間お腹いっぱいならへん。なったらいらんこと考えへんでしょ？はい。お腹が空いてるからいらんこと考えたり、はい、悪い方に考えたりするから。はい。すいません。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとう。またね。よかったです。こんにちは。これはどちら？こちら。あ、はい。すいません。お待たせしました。ありがとうございます。それなんですか？
これはこれ。これはね、こっちの隣のお店。隣のお店？隣のお店。はい、おすすめ、息子さんの。息子さん。あ、息子さん。はい、これは隣のケーキ屋。え、美味しそう。美味しそう。美味しそう。お餅や、これ。え、いちごとアイスとお餅？アイスモナカ。そうなんですね。アイスモナカです。うわ、今お店の外から持ってる。あ、出さないと。隣のお店。あ、出ない。一緒な、一緒な。あ、そう。すごい。じゃあ何いただこうかな。ぶどうの餅娘アイスモナカをお願いします。はい。出て思ってたんですけど、うん、なあお母さんの影響力すごいな、すごいな、うん、これじゃあ、おもうまい店の綾田です。はい、どうも。なんかいただこうと思って僕も。はい、ありがとうございます。今、300円なのが、はい、こちらのこれ300円なんですか。今日はサービスデーで300円にしています。そうなんですか、サービスデー、はい。このまま交番と。食べていき、アイスクリームで食べていき。常連さんですか。初めてあ、クソのままだ、うん、ノスコッパレロえ、うん、はい、食べて、はい、間に合うように、はい、電車乗って。でお金いらないんですか。いらない。いいんすか。なんか常に人のことを考えてるところがすごいなと思うんですよ。あ、なんかもう身を削ってでもなんかしたいよっていう感じが今珍しいじゃないですか。そこですかね。とか感性が本当にもう勉強させられますね。感性ですか。そうですね。急にあのトムちゃんって言われて、はいはい、であのトムちゃん DVD って洗えるやんなって言われたんですよ、はい、DVD のディスクを洗えるかどうか聞かれて、はい、で、いやー、洗ったら見えなくなりますよって、やめといた方がいいですよって言ったんですけど、はい、絶対こう人の言うことじゃなくて自分でやってみたいんでしょうね、はい、あ、後日あの DVD 洗ったけど見れたねって言われたんですよ。でそれ聞いて、はい、ちょっと人と違う、もうなんか好奇心旺盛で、はい、絶対自分で確認して、はい、できたらできたで進まはる人なんやなと思ってすごい感心したことがあったんですよ。あ、感心だったんですか。感心しましたね。だって人、DVD 洗う人いないですもん。そう、なんかすごいなんかもう普通人がやめとこって思うところをやめないで、
やるっていうのがね、すごいですね。